木に登る猫木登りは、樹木を昇降する一移動である。通常、地表にて生活する動物の場合、木に登る行為は一時的なロコモーションであり、必ず木から降りる行動を伴う。このため、普通名詞としては木に登る行為そのものを指す場合も、あるが、学術的な意味としては樹木への昇降療法を意味する場合がほとんどである。動物の行動としては、 外敵から逃れるためであったり、食料の取得を目的として行われる。人間が行う場合は、生態学調査などの学術的な目的のほか、林業における特殊伐採やアーボリカルチャー、遊戯としての木登りなどがある。人類を含めた動物の木登りにおいて、手足や尻尾など、身体的道具のみを用いて行う動作に関しては、素登りとも言う。これに対し、林間部調査や、 林業などで用いられるような道具を用いる手法もある。道具を用いる場合、はしごやロープ等、直接的な道具仕様の他にも、ジャングルジムやウォークウェイなど、間接的な道具仕様がある。長期継続的な木登りを要する生態学調査の場合は、校舎が選択されることがほとんどで、フィールドワークなどにおいて、複数の人間が広大な範囲の調査を要する場所などでは、 向上的に木登りを行うための設備が常設されている。遊戯としての木登りの資源は明らかではないものの、王庫より行われていたものと見られている。日本では日本初期や枕の創始に木登りについての記述がある。環境によっては、樹上は物見やグラの代わりとなるため、木登りは軍事面で重要なスキルの一つである。また気づかれずに、 敵の城に侵入する際は、城壁近くの木を登る、必要性も生じ、はしごがありとされた。城側も侵入されないために、ち違いの枝を切り落とし、木登りしがたい手入れをしていたことからも、防衛上還元する。樹上から弓矢を放つ例としては、日本初期のモノノベモリアがあるほか、近代では、狙撃銃を用いる兵が利用する。林業では、枝打ちや種子の採取。 架空策を張る作業で木登りをする必要が生じる。人工林の立ち木には下枝がなく足掛かりがないため木登り用の器具を使うことが多く、林内で持ち運びが容易な繰り出しはしごのほか、鍵付き竹座をブリ縄などを利用して行われる。ブリ縄は各地で改良されて山腹式、腹式、大地式といった木登り機に発展した。ありがとうございます。